どうも、キノコです。突然ですが皆さん、ホロハートの存在は覚えていますでしょうか？ホロハートとは、イベントマップでのパズルやおはじきなどで入手できるアイテムのことで、ホロキャラの推しメンにそのアイテムを送ると、そのキャラ、それぞれの限定ボイスが再生され、送った数に応じて豪華な報酬がもらえるというアイテムなのですが、動画制作時点の8月10日での総ホロハート送った個数は、合計1860万個で、目標3000万個の約半分、これはかなりまずい現状ですね。というわけで、今回の企画で伝えたいことは、これを見ている方にも、もしかしたらいるかもしれないんじゃないでしょうか。ホロハートをカンストさせているだけで、そこから消費するのが面倒くさく使っていない人。というわけで今回の企画では、ホロハートがゼロの状態から、果たしてイベントマップを何周すればホロハートの数がカンストするのか、だいたいこのくらいマップを周回すればハートがカンストするから皆さん消費しましょうねという大まかな目安を皆さんに示すべく、先ほど人玉の数を切りのいい1000個にしてきたので、今からホロハートを99個カンストするまでイベントマップを周回していきたいなと思います。では行こう。そして久々にやってきましたね、イベント限定スコアアタック。今週のスコアタにて上位に入った人には、ホロイベ限定のウサダペコラのスペシャルアイコンがもらえるというわけで、これは何としてでもゲットしておきたいところですね。そして今週のスコアタでは、非常にめでたいことにシカグルジョアループが使える上に、技吸収と回復神ギミックがないというわけで、これは猛攻順に目指すしかないでしょ。というわけで今週のスコアタやっていきます。そして、これを見ている皆さんの中にも、気になる方はいらっしゃるのではないでしょうか。私のコロネ監督の進捗状況についてです。とりあえず今のところは、船長のみで技後のところまで来ました。はい、先が思いやられますね。明日になればおそらく、皆さんお待ちかねのラストガシャがやってくるであろうというわけで、とりあえずは明日が来た瞬間にラストガシャを回して、ペコラを入手、そこからペコラ高速周回で一気に畳みかけるという作戦です。果たしてイベントが終わる16日までに監督周回は間に合うのかどうか、もしかしたらイベント後にはなってしまうかもしれませんが、コロネ監督についての結果報告動画は必ず出したいと思っておりますので、皆さんよろしくお願いします。それではあとは早送り。長い長いシカブルジョアループが終了しました。果たして気になるスコアは。お、645億。まあまあそれなりにいいスコアですね。そして順位も現時点では安定の1位。まあ私のいるダイヤモンドリーグでは20位以内の人には全員あのスペシャルアイコンがもらえるため、まあ心配する必要はないでしょう。さあそしてただいまドロップしたホロハートの数が計98個となりました。あと1個でホロハートカンストでございます。ホロハート周回の時はずっとコロネステージを周回していたのですが、前々回の動画とパーティーが少し変わっていて、リーバーインしなくてもいいように一番左にチートスザクを鎮座させました。こいつマジで便利すぎます。たまに出るクリティカルスキルによって運次第では2、3発戦場を打っただけでコロネを倒せてしまったりすることがあるので、こいつの気まぐれスキルのおかげで飽きずに周回することができました。お、ホロハート最後の1個がドロップ。そして気になるホロハートカンストまでにかかった周回数は、スタート時は1000だった人玉の数が、現時点では639となっているので、1639で、ホロハートカンストまでにかかった周回数は361周となりました。というわけで皆さん、だいたいイベントマップを361周した時に忘れずホロハートを一気に消費しましょう。スペシャルコイン SSS でごっくっきくまで終われまごっくっきー。答えの通りです。このコインの中には全26種類もの SSS キャラが鎮座しており、そう簡単にはピンポイントにごくつきが出るわけがないので、かなりの覚悟を持って今日この日を迎えた今日この頃であります。